はい、こんにちは、中国、首都北京にある天安門広場に来ました。ここに来るのは3年ぶりです。今天安門広場に来たんですが、ここに来るのに両サイド、東側と西側、身分証の確認をしないとこの場所までは入ってこれなくなったみたいです。一番最初来た時6年前だったんですが、その頃は夜に、中国に着いて、それから天安門だけ見てみたいということで来たんですが、夜中でも何でも、誰でも自由にこの前を歩くことができました。でも今はそういう状況ではなくなってしまったようです。ちょっと残念な気もしますが、これも保安上のことということだと思うので、しょうがないのかなと思います。ちなみに3年前に来た時はそんなことはなく、誰でも自由に入ることができてました。では行ってみたいと思います。